はい、どうも、ゆうくんです。今回も、話題の車、そして新型車の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。はい、ということで今回紹介する車はこちら、スバル新型レヴォーグでございます。はい、で、この、レヴォーグもですね、先日ね、マイナーチェンジされて、発表発売されたわけなんですけど、今回ね、見た目的にはあまりね、大きな変化はないかなとも思うんですけど、中身で、アイサイトの、ツーリングアシストという、日産でいうところの、プロパイロットと、同じ、高速道路などでの、安全、運転支援システムというのが、つきまして、よりね、安全に、快適に、ドライブが楽しめるようになった、そういう、車となります。見ていきたいと思います。1ページ目、2ページ目ですと、コンテンツごとの、目次がね、紹介されておりまして、で、その次のページでは、新型レヴォーグについてがね、紹介されております。走りを、安全に、快適に、楽しむための GT ツアラーということになります。次のページでは、アイサイトのツーリングアシストについてが紹介されております。で、アイサイトですと、ステレオカメラによって、前の車と車線をね、認識して、それによって、全車速域での追従や、運転のサポートをしてくれるという、そういう機能となります。でも、最初に言っておきますけど、このアイサイトツーリングアシストっていうのは、高速道路とか、自動車専用道路での、安全運転支援システムということになりますので、完全な、自動運転とか、そういうわけでは、ないということになります。で、もちろんね、この、機能に頼った、運転というのはしないでいただきたいということになっております。で、次のページでは、走行シーンがね、載ってます。はい、やはりね、僕も、レヴォーグのね、デザインも、なかなか好みなデザインで、旧モデルですけど、乗ったことはあるんですけど、非常にね、なんかスバルらしい、完成度の高い、車だなと思いました。次のページでもレヴォーグのね、各ポイントについてが、紹介されております。上品な車だなと思います。で、次のページでは、内装の、インパネ周りがね、紹介されております。で、インパネのデザイン的にも先代モデルとはあまり変わらないかなとも思います。先代譲りで、非常にね、使い勝手のいい、上質な、インテリアだなと思います。で、シート周りがこのような感じになっております。前席ね、ゆったり座れる感じの、シートですので、長距離ドライブもね、快適に行えるようになっている感じです。で、あとブラックインテリアっていうのもね、いいなと思います。で、次のページからは、安全についてが、紹介されております。ゼロ時安全、走行安全、予防安全、そして衝突安全と、4段階で、安全についてが紹介されております。まず、0時安全ということで、基本設計とか、こういうね、低い車でありながら、視界も、いいように設計されております。で、あと、シートのデザインもですね、このように、長距離でも疲れにくいシートの形状になっております。で、さらに前席での、シートベルトの、警告も、してくれるということになっております。で、後部座席用の、モーニングランプっていうのもあるんですけど、これはね、未装着のまま、30秒ぐらい、経過すると、警告が終了されるということになりますけど、前席シートベルトの、着用を、促してくれるということは、いいことだと思います。次のページでは、走行安全についてが紹介されております。レヴォーグ、もちろん全車シンメトリカル AWD ということで、4駆モデルということになります。で、ボディ剛性とかも、高い、ものとなってますし、シャーシもね、しっかり、作られております。
で、あと、走行安定性能とか旋回性能を高める VDC とか、アクティブトルクベクタリングっていう、機能も、ついておりますので、走りにもね、より磨きがかかっているなということが、分かります。次は、予防安全ということで、アイサイトについてが紹介されております。で、アイサイトの機構的に言いますと、ステレオカメラによる歩行者とか、自転車をはじめいろいろな、他の交通の状況を認識して、安全運転を支援してくれるというシステムとなっております。メーター内のね、インフォメーションディスプレイとかモニターとかでもって、アイサイトの、作動状況とか、さまざまな情報が、確認できるようになっております。で、今回新たにアイサイトの、ツーリングアシストという、機能が、搭載されました。で、これはですね、アイサイトの、機能をね、利用した、高速道路や、自動車専用道路での、安全運転支援システムということになります。幅広い速度での、前走車の、追従機能というのが、ついております。これは、ドライバーの、負荷をね、低減させるための、装備となります。渋滞の時でもですね、先行車を認識して追従してくれるということになります。やはりね、こちらにも、ツーリングアシストについてが紹介されてまして、疲れにくい、安心して使える、そして、人生にもっと、楽しさをということで、誰でも、簡単に、使えるようになっているということになります。でもね、やはり最後はね、ドライバーの、責任に関わってきますので、この、ツーリングアシストに、頼り切った、運転というのは、避けていただきたいなと、思います。その他の、安全機能についてが、紹介されておりまして、まず、プリクラッシュブレーキですね。あと、誤発進、誤更新、抑制機能とか、あと全車速、追従機能付きの、クルーズコントロールが紹介されてまして、あと、車線逸脱抑制機能とか、あと、先行車発進の、お知らせ機能なども、ついております。その他、こちらは、メーカーオプションなんですけど、その他のね、運転支援システムっていうのも、ついております。で、高速とか高速道路の視界を補ってくれるスバルリアビークルディテクションとか、あと、ハイビームロービームの、自動で、切り替えてくれる、ハイビームアシストと、後方をね、見やすくするための、スマート、リアビューミラーとか、あと、視覚を、補うための、フロントそしてサイドビューモニターなども、用意されております。次は、衝突安全についてが紹介されております。ボディもね、衝突安全ボディですし、あと、エアバッグもね、車内全体を、包み込むようにレイアウトされているということになっております。次は、メカニズムについてが紹介されております。で、エンジンがですね、1.6 リッターと、2リッターのね、ターボエンジンがね、搭載されているんですけど、1.6 リッターですと、燃料が、レギュラーに対応しているということですので、経済性と、高い、走行性能を、両立しているということになります。で、ミッションが、リニアトロニックとなってまして、SI ドライブにも対応しているということで、通常はね、インテリジェントモード、そして、走りをね、高めるための、スポーツモードの、2モードがね、選ぶことができるようになっております。で、燃費の方がリッター16キロということになります。で、あと、アイドリングストップにも、対応してますし、次世代の、四駆システムが搭載されているということになります。より、走りにこだわった、方のための、2リッターの、ターボエンジンが用意されております。リニアトロニックもですね、スポーツ走行に、ね、対応した、リニアトロニックが装備されますし、あと、SI ドライブもですね、インテリジェントモード、スポーツモード、そして、スポーツシャープモードから選ぶことができる
ようになっております。まあ、四駆もですね、まあ、あのトルク配分はフロント45リア55に配分されているということなので、なんか旋回性を高めた四駆のセッティングになっているということになります。あとボディサイズもですね、日本での走行を想定した最適なボディサイズになってますし、まあ、シートアレンジもね、多彩に行えるということなので、まあ、大きな荷物とかも、余裕で詰めるようになっております。カーゴルームとかも、余裕のある、ような設計になってますので、まあ、荷物のね、積み下ろしとか使い勝手も、高い、ものとなっております。その他のね装備が、空力性能にこだわった、まあ、ボディーパーツとかと、追突防止のエマージェンシーストップシグナルとかと、まあブレーキホールドとかも、ついてますし、静粛性にも優れた設計となってます。で、運転席、助手席、パワーシートもね、装備されますし、まあ、ターンインジケーター付きの、ドアミラーがね、採用されます。で、左右独立式の、オートエアコンがね、装備されております。で、あとメーターも、非常にね、見やすいメーターとなってますし、あと、マルチインフォメーションディスプレイも、ついてますので、運転の状況とか、車両のね、状況を確認できるようになってます。で、あと、マルチファンクションディスプレイとかも、ついてますので、インフォメーションディスプレイと組み合わせて、より、ま、車両のね細かい状況とか、セッティングとかを確認することができるようになっております。で、あと、本革巻きのね、ステアリングホイールが採用されてますし、パーキングブレーキが、電動となってます。と、寒冷地仕様で、まあ、シートヒーターとかそういうのも、採用されております。で、あともちろんね、キーレスと、プッシュスタートにね、対応してますし、と、センタートレイとかUSB 電源もついてますし、と、収納とかもね、ある程度、充実しますので、使い勝手もね、いい車となります。で、カーゴルームも、使い勝手がいい設計となってますし、あとトモカバーとかも、装備されます。で、ライト周りですと、はい、ロービーム、LED ランプが、採用されております。で、あと、ヘッドランプもね、ステアリング連動式となっております。あと、ディーラーオプションで、LED の、フロントフォグとかも採用されますし、ウェルカムライティングとか、あと、メーカーオプションで、サンルーフとかも、装備されるということになっております。最上級の、GTS グレードですと、まあ、ブラックベゼルのね、LED ハイロービームランプが採用されますし、フロントグリルもね、専用の塗装が施されております。で、あと、専用の18インチのアルミホイールも、採用されます。で、ビルシュタイン製の、ダンパーが採用されますし、アルミスポーツ、ペダルと、ま、サイドシールプレートも、専用のものが採用されます。専用のね、ま、アルミのパネルだったりとか、あと、本革式の、ステアリングホイールとかと、ま、ブルーステッチが施されております。メーカーオプションで、本革シートもね用意されております。ま、パールの、本革シートと、あと、ブラックの本革シートがね、今グレードによって、3種類用意されております。あと、ま、専用のね、パナソニック製のミルトインナビが用意されております。で、グレードが、ベーシックグレードですと、1.6GT のアイサイトとなります。で、専用のね、17インチのアルミが、採用されております。で、次が、1.6GT アイサイト、S スタイルとなります。で、こちらはですね、まあ、18インチの、専用のアルミが装着されております。次が、1.6GTS アイサイトとなります。まあ、GTS ですと、最上級
モデルとなります。こちらもね、専用の18インチのアルミが装備されております。で、2リッターモデルの 2.0GTS アイサイトとなります。で、こちらもね、専用の、ま、18インチの、ブラック塗装のね、アルミが装着されます。で、その他にですね、フラッグシップモデルとしまして 1.6、2.0 の STI スポーツも用意されております。 STI スポーツについての、詳しい、情報は、次の動画で、紹介したいなと思っております。で、ボディカラーが、全8色用意されております。次のページでは、主要装備一覧表が載ってます。隣では主要諸元表が、紹介されてまして、で下にはね、車体の寸法図が、紹介されております。で隣では、環境情報がね紹介されております。燃費が 1.6 リッターモデルですと、リッター16キロで、2リッターモデルですとリッター 13.2 キロということになっております。で隣では、スバルのねカスタマーサービスなどについてが紹介されております。で、副車両としまして、助手席の、リフトアップシート車が、用意されております。隣ではスバルの、アプリについてが紹介されております。で、裏表紙はこのような感じになります。はい、ということで今回は、スバル新型レヴォーグについて、紹介しました。アイサイトの、ツーリングアシストもついて、より、安全に快適に、ドライブも、楽しめる、そういう、ツアラーに、なったわけなんですけど、新型レヴォーグも、実際にね、いつか乗ってみたいなとも思っております。で、次回の動画では、レヴォーグの STI スポーツについても紹介したいなと思っております。カタログの内容と、話の内容、異なる表現等あったと思いますが、その点はご了承ください。またところどころお聞き苦しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。このチャンネルなんですけど、不定期で動画の方投稿していきますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。であと、Twitter の方で、動画の方とかその他いろんなことをつぶやいておりますので、できれば、Twitter のフォローもよろしくお願いします。で、Twitter のアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということで、ゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。